はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。ちょっと芋が枯れてきてしまいましたね。はい、まあスイカちゃんはね、育ってます。はい、一日一日育ってますね。いい感じです。はい、ネギもね、ネギも繁殖しております。はい、でこちらはバナナちゃんです。バナナちゃん大きくなってますね。いい子ですね。はい、まあそういう感じですね。はい、皆さんどうもこんにちは。ですね、今入ってきたニュースなんですけど、はい、今入ってきたニュースです。大変なことが起きましたね。はい、岐阜ですね、これ起きたのね。はい、自衛の官の候補生ですね。自衛の官の候補生がね、はい、まあ練習ですね、これね。候補生なんで、これまだ自衛の官にはなっておりません。なんとこの子18歳みたいですね。はい、何が気に入らなかったのか面白くなかったのかわからないんですけど、いわゆる練習ですね。雷のフルを打つ練習でございます。その練習の時に、はい、誤発射ではないとは思いますね、これね。はい、発射してしまって、はい、雷のフルをね、発射してしまって、まあ、一人が残念なことに四してしまった。そして二人が怪我をし、そのうち一人が、まあ、重いということですね。重い体ということです。はい。わかりますよね。銃の体ということでございます。まあ、これね、私、何回も言ってますけど、日本人おかしいです、最近。はい。自分の感情が制御できなくなっている人があまりにも多すぎます。これ見ててもわかるんですけどね。はい。いろんな場面で、そういうね、おかしな人たちがいっぱい、なんか、こう、はびこってきたなっていう感じがします。それね、車の運転なんかでもそうですよね。見てるとなんかおかしい人が増えてきました。はい。そういうことでね、皆さん本当に気をつけないといけません。で、ちなみにですね、今日の朝のニュースでやってて、これもね、お伝えしようと思ってたんですけど、またね、ぼったくりが増えてるみたいですね、ぼったくり。はい、キャバクラにね、連れて行かれて、1時間でね、70万の請求が来たとか、もうありえないんですけどっていう感じです。はい。もうね、なんていうかね、皆さん本当に自衛した方がいいです。はい。なぜならね、こういった不景気な世の中になってくると、人心がね、乱れるんですよ。人の心が乱れるんですね。不景気な世の中っていうのは。で、一部の人間はね、景気いいと思いますよ、そりゃね。はい。利権とかでね、儲けてる人間いますからね。この世の中には。はい。そういった人たち以外はね、不景気の煽りをね、見事に食らってしまってるんですね。そのおかげで、こういったようなね、おかしな、人たちも増えてきますし、自分の感情を制御できない。はい。まあ、これは他にも原因があるとは思うんですけどね。制御できない。はい。そういった人たちも増えているということです。でね、何よりも、あれなことにね、残念なことにね、会うと政府がね、信用できないってことです。はい。これもね、今日のニュースで言ってたんですけど、まあ、この場で言っちゃいますけどね。はい。あれですよね、裁判所ですね。あれの記録が、もう永久保存しなきゃいけないのに破棄されてしまっているというね、そういった現象も起きてきております。はい、職員が永久保存というね、4つの文字を書き忘れたために処分されてしまったそうで、まあ被害に遭ったね、お父さんが残念がってました。はい、かわいそうですよね、これなんかもう本当に日本全体上から下まで腐ってます。はい、日本全体上から下まで腐りつつあります。もう半分腐ってます。なので、皆さんね、こういった被害に遭わないように我々、自衛していきないといけません。はい、で家族の人たちにもね、よく注意して生きるようにね、伝えていかないといけないということでございます。わかりますよね。
まあ、とんでもない世の中になっているということです。はい、ではこちらの、ね、自衛官のことについては、まあ、新聞記事で、ね、速報で入ってきたものなんで貼っときますね、はい、ネットのニュースでございます、はい、読売ですね、読売、はい、それでは皆さんね、またごきげんよう。沖縄おばばでございました。